ただにわたり、チームの成長のために力を尽くし、多大な貢献をしました。J1、J2 通算で456試合に出場、57得点、いずれもクラブ史上最多であり、すべてベルマーレでの記録となっております。それでは、大和と一緒にご注目ください。どうもありがとうございました。それではここで湘南ベルマーレ選手会より坂本選手へ花束と本日サポーターの皆様に記入していただいたメッセージフラッグを贈呈いたします。それでは花束の贈呈です。どうぞ。続いてメッセージフラッグの贈呈です。それでは坂本選手よりサポーターの皆様にご挨拶をさせていただきます。お願いします。ちょっと待ってください。
こんばんは。寒くないですか？大丈夫ですか、本当にこんな寒い中、最後まで残って、今日来てくださいまして本当にありがとうございます。今日こういう楽しい会を、こういう楽しい会で、引退セレモニー、できることになったのも J1 昇格できたからだと思いますし、まず、監督はじめスタッフ、選手のみんなに、あと1年間応援していただいたサポーターの皆さんに本当に感謝します。ありがとうございます。13年間、この平塚でホームグラウンドとして、たくさんの数え切れないほどのゲームをしてきました。自分の記憶ではおそらく、負けたゲームの方が多かったんじゃないかなと思いますが、いつもどんな時も、変わらず支えてくれた皆さんに、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。これから第一の人生、まだ正式には決まっていませんが、このベルマーレというチームは僕にとって特別なクラブですし、今後も何らかの形で携わっていきたいと思っています。頼む。最後になりますが、今年 J1 を昇格をして、本当に素晴らしいチームになりました。今までたくさん苦労をかけた分、これから皆さんが J1 の舞台で本当に思いっきりベルマーレのサッカーを楽しんでもらいたいと思います。ここにいる張監督はじめ、ここにいる選手、そしてまた新しく入ってくる選手が皆様に新たに、感動や勇気を与えてくれると思います。ここにいる選手たちを、そして僕の愛するベルマーレをこれからも応援してください。よろしくお願いします。13年間本当にありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。
たらどうぞ。ずっとやれてすごい勉強になりました。これからもいろいろよろしくお願いします。